はい、ただいま高速道路滝沢インター出口を曲がって滝沢に降りていきます。なんと今日はすごい雪でしたね。はい、雪がめちゃめちゃ降ってました。そして雪が積もってまして、高速道路はなんと40キロ規制でした、ね、40キロ規制だったんですけどね、あの途中でね、常設車がね2台並んで走っててね、びっくりですよ。はい、20キロ運転初めてでしたね。高速道路で20キロで運転してる車見たの初めてでした。はい、滝沢インター降りてラーメン食い行きます。はい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 、滝沢インター降りまして、向かうはもちろんリベンジです。はい、この前のリベンジです。滝沢といったらそうですよね、皆さんお待ちかねしました、お待たせしました、お待ちかねしました、お待たせしました。はい、そうです、私この前ふみおパイセンと行ってしまってたあの店にね行こうと思います。リベンジしていこうと思います。なんとね、今日ね月曜日なんでね、はい、Google ではね、あの今週23日調べとかって書いててね、はい、やってますって書いてあるんですけどね、まだ信用できないんでね、はい、今日は9時に出てきました。そしてやってるのかな、リベンジは達成されるのか、どうなの、お店が見えてきました。やってない、お休みです、こっちラーメンショップです。まあね、休みだっていうのをね、想定してね、はい、10時半オープンのラーメンショップに隣にあるんでね、こちらに行ってきたいと思います。はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。ラーメンズルニキことナス兄さんです。いつもご視聴ありがとうございます、ありがとうございます。今回ご訪問してきましたのはね、はい、なんとチクリンさん2回振られました。はい、 Google のあれは見ないでも Twitter 見ていけばいいかですね。でも Twitter 見たんですけどね、1月のあのカレンダーしか残ってなくて、12月のカレンダーが見れなくて、まあやってるだろうと思って行ったらばね、やっぱり休みでしたということでね、はい、保険をかけといてよかったです。はい、隣のねラーメンショップが10時1分に開くっていうの分かってたんでね、はい、もし閉まってたら隣のラーメンショップ、まあ竹林さんが開いてたらばね2本撮りしようと思ってね行ってきましたということでね、はい、竹林さんが閉まってたので、はい、隣のラーメンショップ滝沢店に行
ってきました。はい、こちらラーメンショップは、はい、ニンニク3杯です。はい、ニンニク3杯、これはナス兄さんの絶対的なるね、ラーメンショップの食べ方です。はい、ニンニクは3杯、今回ね豆板醤も入れてみました。はい、なぜ豆板醤を入れたかというと、寒いので辛くして食べようと思いました。はい、こちらのラーメンショップ、はい、私チャーシュー麺を頼みました。はい、豚骨醤油のスープですね。はい、こちらは他のラーメンショップとは変わりません。はい、だがしかし何が違うか分かりますか？このね、ラーメンの器見て、丼見て、分かりますか皆さん？はい、そうです、メンマが入ってるんですよね。はい、この極太メンマが入ってます。そして私今まで行ってきたラーメンショップ、チャーシューみんな一緒だと思ってましたが、ここのチャーシュー全然違いました。はい、なんとね、ここのチャーシュー全然違うんですよ。はい、なんとチャーシュー麺頼んだんですけどね、チャーシュー麺頼んでね、2種類のチャーシューが入っててね、はい、1枚目のチャーシュー、はい、こちらなんと、はい、ハムです。はい、本当にね、あの厚切りのハム食べてるみたいでしたね。はい、でね、それがね、普通のラーメン、お兄ちゃんね、ただのラーメン食べたんですけどね、普通のラーメンにはそのね、あのちょっと硬いね、ハムみたいなね、はい、チャーシューが入ってるみたいです。私チャーシュー麺頼んだらね、こちらトロトロの、なんとトロトロの豚バラのチャーシューが入ってたんですよ。はい、入ってたんですよ。はい、入ってたんですよ、トロトロのねチャーシュー。こちらのチャーシューね、ほんとトロトロのチャーシュー美味しかったですね。はい、このねラーメンショップのねチャーシューね、美味しいなって思ったんですけどね、ここのチャーシューだけね作り方が違かったです。そしてこの極太メンマです、わかりますよね、俺の顔と比べてみれば。そしてこの口で食べて、はい、これがねすごかったです。味がしっかりしてね、はい、美味しかったですよ。このメンマ美味しかったです。はい、麺はね、はい、これ中太なんですかね、細麺ではないですよね。はい、中太麺の縮れ麺みたいな感じのね、ラーメンショップ特有の、そしてこのトロトロチャーシューでね、はい、ご飯をかき込む、これがまたうまいんですよ。はい、うまいっすって感じでね、今年もねラーメンいっぱい食べてきましたけど、はい、今回今年最後になるのかな、このラーメン動画でだと思います。はい、皆さんね、今年もねたくさんね、あのラーメン食べてきましたけどね、来年もよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、滝沢店のラーメンショップ来ました。ここはね、はい、また独特なチャーシューが違かったですね。はい、トロトロのチャーシューでした。ラーメンショップにして珍しいトロトロのチャーシューいただきました。はい、美味しくいただきました。ということでね、今日もね雪の中滝沢まで来ました。はい、そしてちくりんさんとねラーメンショップをね堪能しようと2軒回ろうと思ったらばね、ちくりんさん安定の定休日です。はい、これで2回振られました。はい、ということでね、はい、まあラーメンショップさんもね今日来たかったんでね、はい、まあ来れたんで良かったと思います。はい、ラーメンショップあと残すは平泉店のみです。はい、ということで平泉店に行きたいと思いますんで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Have a nice day.